子供が学校に行けない、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、2021年の12月に行った不登校解決勉強会、こちらの様子と、その時にお伝えした不登校解決のポイントですね、これについてお話ししたいと思います。この不登校解決勉強会はですね、僕とあとは現役のフリースクールのね、校長をされている小出博文先生というね、これまでに本当に300人以上の子供たちの不登校解決をね、されてきた先生なんですけど、その先生と2人でね、行った勉強会になります。で、同じ、結構ね、300人ぐらいの方がね、参加してくださった勉強会で、お伝えしたことをね、そのまま実践していただければ、もう高確率で不登校解決につながっていくと思いますので、ぜひね、そのポイントなどもまとめてお話ししていきますので、参考にしてみてください。はい、で、まず最初にですね、当日の様子、こちらだけね、紹介したいと思います。はい、こちら、写真ね、ご覧ください。こんな感じですね、本当にたくさんの方がね、参加してくださいました。今回は Zoom を使ったね、オンライン形式で行ったんですが、本当にね、たくさんの方がね、顔出しで参加してくださって、僕としてもね、すごくやりやすかったです。で、後でね、終わった後にアンケートにね、行いました。結果的に200名ぐらいの方がね、答えてくださったんですけど、その時はね、どんな感じだったかというと、100点。これ四捨五入で計算しているんですが、一桁の数字はね、約100点だった方が88名、90点だった方が54名、80点だった方が38名、あとは70点以下が11名という感じで、80点以上はね、いつも満足という形で、満足度を出しているんですけど、今回ありがたいことにね、94.2% という、満足度になりました。で、いろんな意見をね、いただいたので、一部もね、紹介したいと思います。まず良かった意見から言うとですね、一人目の方はですね、YouTube だけではわからないことがたくさん、理解できましたと。わがままの、対応が特に勉強になりましたと。で、あとは笑顔の大切さも理解できましたってことをね、お答えいただきました。あと二人目の方、レベルによって対応方法が違うことがわかりましたと。レベル5、6を行ったり来たり、先が見えなかったので参考になりましたと。笑顔で実践できるようにしていきたいですっていうご意見をいただきました。あともう一人3人目の方ですね、不登校レベルチェックで状況と対応法が分かりましたと、あと甘えとわがままの違いもよく分かりましたと、家庭の解決リストが具体的に、気をつけたらいいと思いましたと、あとなんとなく分かっていたことでも言い切ってもらい行動に移そうと思いましたっていう、こんなね、ありがたいお答えをいただくことができました。今のね、意見、読んでいただくと分かると思うんですけど、今回は、子供の状況別に分けてね、このレベル、レベルはね、いろいろあるんですけど、このレベルに分けて、このレベルの時はこれやるといいよ、このレベルの時はこれやるといいよっていうのをね、細かくお話ししていったんですね。この辺が結構ね、満足度として高かった部分になるかなと思います。一方、悪かった意見もあったのでね、紹介します。一人目の方が、発達障害傾向、HSC 傾向の子供への関わり方をもっと知りたかったです。こういった意見をいただきました。二人目の方、レベル4だったのですが、自信をつけさせる方法のエピソードを聞きましたが、我が家の生活に落とし込むのが難しいと感じましたっていうね、こんな意見もいただきました。他にもね、いろいろいい意見悪い意見いただいているんですけど、悪い意見をね、総括していくと、やっぱりね、〇〇についてもっと聞きたかったっていう意見がね、結構多かったんですね。で、これはですね、僕もね、今回こういう先生といろんなね、中で話す内容をこうね、何度も何度も打ち合わせをしてね、考えていったんですけど、やっぱり時間がね、3時間っていうね、時間でお話ししているのでね、本当に話したいことを全部詰め込んだら多分10時間とかの内容になっちゃうんですよね。でもそれをなんとか3時間に絞って話しているっていう手前、どうしてもね、一つ一つがちょっと薄くなってしまった部分はあったかなと思います。この辺はね、また来年行うときにね、いろいろ改善していきたいかなと思いました。はい。で、ここからがね、今日の本題になってくるんですが、じゃあ実際どんな話をしたのか。当日はね、例えば不登校の根本的な原因とか、あとは解決するまでのね、具体的な手順とかね、いろいろお話ししてきました。声かけの仕方とかね、お話ししてたんですけど、一番満足度が高かったのが、先ほどお話ししたレベル別のね、対応方法だったんですね。じゃあ不登校のレベルってね、何が分かれるかっていうと、今回は6個に分けてお話ししました。レベル6、一番ひどい状況が、部屋から一歩も出られない。レベル5は、家から出られない。レベル4が体調が万全ではない。レベル3が暴言が出てくる。レベル2が朝起きる理由がない。最後レベル1がさみだれ登校っていうような状況だったんですね。で、それぞれの状況ごとに、実際にね、これをやっていきましょうっていう話をして、あとは具体的にね、皆さんその場でできるようにするために、じゃあ実際にね、チャットとか、紙に書いてもらったりして、その場でマスターしていただくみたいな、そんな流れでやっていったんですね。で、じゃあこの
も実際にどんな話をしたのか、まあ、ちょっと一部ピックアップしてお話ししていくと、例えばレベル6、部屋から一歩も出られないってことですね。この場合何をしたらいいと思いますか？まあ、いろいろやるべきことがあるんですが、今回一番メインでお伝えしたのは、安心できる家庭を作りましょうというお話をしました。これなぜかというと、子供が部屋から出られないっていうことは、要するに自分の部屋だけが唯一安心できる空間なんですよね。部屋から一歩外に出たら、子供はそこは不安だと感じているから部屋から出られないわけですよ。ってことはですよ、この自分の中、自分の家を見渡した時に安心できていない要素があるわけですよね。ここを改善していくってことが、まず部屋から出られるようにしていくってことなんです。なので、もし今お子さんが部屋から出られていなかったら、なんで部屋から出られないのか、もし自分が子供だったらどういうなんか嫌なこととかプレッシャーとかがあって出られないのかっていうのを考えてみて、それに対してね、そこの部分を改善していけば部屋から出られるようになっていきます。次にレベル4の部分もちょっとお話ししていきますね。まあ、これ体調が万全ではないっていうパターンですね。まあ学校に行こうと思ってもなんか体がね、動かないみたいな状態です。で、この時は何がね、必要かって話をしたかというと、自信をつけさせましょうっていう話をしました。というのは、やっぱ子供たちはね、学校に行ける、行っても絶対大丈夫だっていう自信があるからこそ学校に行けるわけです。でもこの自信がね、やっぱ不登校とか続いてくるとなかなかなくなってきてしまってですね。で、結果的に、もう行く勇気とかがなくなってくるんですよね。なのでそこでそのレベルの時は子供たちに自信を持たせていくってことが大事なんです。で、どういう自信を持たせていくのか。まあ、いろんな方法があるんですが、一つピックアップすると、例えば子供たちが何かね、興味を持ったことありますよね。この興味を持ったことを、まあ、挑戦させてみる。まあ、それは何でもいいです。ゲームだろうか、外でなんかやる活動だろうか、何でもいいです。で、それをちょっとでもやっていったら、それ必ず、まあ、少しでも挑戦したらですよ。その挑戦してるってこと自体はすごいことじゃないですか。そこについてお父さんお母さんがしっかり褒めていくと、まあ、その本当に些細なことであったとしても子供たちはそれができたっていう気持ちが、持つことができるから、それが自信につながっていくっていうことですね。このような本当にね、ちょっとしたところから自信をつけさせていくってことをやっていくと、まあ、この体調が万全ではなくて学校行けない状態から心がに自信がついて体調も良くなって不登校が解決していくっていうことですね。で、あとは朝起きる理由がない。これも、結構ね、原因としてあると思います。この時朝起こそうと思っても体が動かないとかね。この時はなんで朝起きられないかっていう、結局学校に行くきっかけがないからダメなんですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、やっぱりね、子供たちに学校っていうことをイメージさせていくってことが大事なんですね。それで勉強会の中では、まあ、女子トークというね、小泉先生が使っているテクニックを紹介しました。まあ、簡単に言うと、まあ、お父さんお母さんたちのね、この会話の中から少しずつね、こう子供たちに学校とか勉強っていうキーワードをちょっとイメージさせて、そして、行くきっかけを作っていく、むしろ学校の話題を出していくっていうね、そういうテクニックです。まあ、ちょこちょこね、いろんな会話をしながら、たまにね、学校っていうようなね、学校に関するような話とかちょっと振ってみて、そして子供から反応が返ってきたらちょっと盛り上げていく。でも返ってこなかったらまた学校ではない話に戻していくみたいなね。まあ、そういうような感じで、ちょっとずついろんな言葉がけをして子供たちに学校っていうイメージを持たせていくって、そういうテクニックですね。まあ、こういったことやっていくと、じゃあ、ちょっと学校もイメージできたし、そろそろ行ってみようかなみたいな言葉が出てくるってことですね。本当に不登校解決ってね、まあ、話し始めると本当に、まあ、お話したように10時間とかかけてね、全部解説するような内容なので、まあ、YouTube では本当に、ね、ポイントしかお話できていないんですが、こういったことをちょっと意識していただくとね、これでお子さんの不登校解決につながっていくと思うのでね、ぜひ参考にしてみてください。あと、まあ、今回ね、この勉強会も終わってはしまったんですが、一応アーカイブ動画という形でね、参加できるようにしました。もしね、参加できなかった場合はね、概要欄にね、リンク貼っておきますので、興味があったらこちらからご参加いただければと思います。